コットン的にはね、結構柔らかい感じなんですよ。こう手パッて下ろした時にこの袖が外にピーンって跳ねてるじゃないですか。それめっちゃ気になるんですよ。白 T に薄いジーパン完璧。はい、本日はですね、皆さん大好きロンハーマンからベーシック T シャツが出てから買ってきたよという動画をやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。まあロンハーマンってね、皆さんご存知でアメリカのブランド、カリフォルニア初なんですけど、もうもはや今日本にしかないっていうね、日本とハワイしかなくてアメリカにはもう存在してない状態なんですけども、まあ日本人はとにかくこのロンハーマンが大好きなんでね、これをちょっと皆さんに見ていただこうということで購入してきました。このような感じで無地な T シャツですね。特に何もプリントは入ってないんですけど、首元にだけが入ってるんです。首元にだけこうやってロンハーマンって開いてて、見てもらったら分かる通りサイズね、今回 S で買いました。っていうのも公式のホームページ見てる感じも少しちょっとゆったりめやなっていう感じだったんですよ。で僕も店員さんにこれ見てもいいですかってパッと広げた瞬間に L 広げたら、結構でかないですかって言ったら、そうこれ元々でかいんですよみたいな、お客様やったら S ちゃいますかって言われて、あーじゃあ買いますって言って買ったんで、僕まだ着てないんですよ。なので今からね、初めて袖通していくわけなんですけど、コットン的にはね結構柔らかい感じなんですよ。でまあ何が似てるかなと思ってパッて見た時に、皆さん結構持ってはる方多いと思うんですけど、ヘインズの白っていうやつに、まあそんなに遠くない、まあちょっと、生地感的にはちょっと似てるなっていう感じなんですね。ただロンハーマンのやつの方がちょっと柔らかいかなって感じですけど、ちょっと一回着てみましょうか。まあどうせやったらこういう感じでロンハーマンっぽくジーパンでいきたいなと思います。まあ、なんつったってここにありますけど、僕ジーンズソムリエを取らせていただいておりますので、皆さんも興味ありましたら岡山で年に1回やってますので、ジーンズソムリエ行ってみてください。では着用します。やっぱり公式サイト見てる感じって、海外のモデルの方着てるから、モデルっていうだけでもスタイルいいのに、海外の人着てたら全然イメージ湧かないんですよ。どんな感じなのかなと思って来たんですけど、結構身幅が細いっていうか、まあ、S にしてるから身幅が細いんやけど、逆に L やったら相当でかいやろうなと思うんですけどもね、まあこんな感じになっております。説明欄とかバーッと見てたりしたら、結構肉厚な生地感とかで書いてたんですけど、肉厚ってほんまに肉厚なんですかっていうのをちょっと計測もしていきたいなと思いますので、計測していきましょう。ではですね、生地見ていきましょう。ここの部分ちょっと見ていくと 0.53 で、ヘインズの白はどんなもんかっていうと 0.641 だから、ヘインズの白の方が分厚いか。ただ白 T1 枚できてどうですかね、透けてるかな。透けてたらちょっとあれやけども、でもただやっぱ形はどうなの、まあこれはこれでありなんか、いけるっちゃいけるか。ちょっとね、ジーパンも履いてみたいなと思います。まあせっかくロンハーマンって言ったらデニムなんで、まあロンハーマンのデニムではないですけど、これリーバイスの511で履きたいなと思います。はい、まあこんな感じでどうでしょうか。優勝完璧、白 T に薄いジーパン完璧、もうこれ大体夏の定番やから、もう大体これやっときゃ、大人の男の人でこれやっとったら絶対ハマるから、まあ大体まあこれやったらねいいでしょうって感じなんですけども、ただね新品状態やったら僕 S で全然いいと思うんですけど、洗濯するとやっぱコットンって最初縮みが入るので、縮み入るって考えたりしたらちょっと S じゃきついかなと思います。で具体的に今どこがきついかっていうと、画面見ててわからないと思うんですけど、身幅のあたり、特にこの肩のらへんの身幅っていうんですかね、このあたりが結構きついので、ギュッて縮まってくるとずっとここ当たってるやろうなって感じするので、最初だったら N やったんちゃうかなっていうような、ね、気はします。ただこう洗わん状態っていうか、まあ洗わん状態ってありえへんねんけども、この洗ってない状態であれば、まあ、S でいい感じかなと思いますね。まあこんな感じでね、ちょっとアメリカロサンゼルスってイメージした形なんですけど、僕ねちょっと気になるところが何かっていうと、 T シャツでこう手パッて下ろした時にこの袖が外にピーンって跳ねてるじゃないですか。でそれめっちゃ気になるんですよ。でこれ今回に関しては全然ロンハーマー悪くなくて僕が悪いんですよ。なんでかっていうと、サイズが合ってないから、サイズ合ってないやつ着てるからここピーンってあるんですけど、なんでこんなことになるかっていうと、そもそもこのアームホールが小さいから下に手をやると張っちゃうんですよね。で逆にアームホールにゆったり余裕があるとしっかりこのままヒュッて落ちてくれるので、これ結構気にはなるんですけど、白 T ってマジで難しいじゃないですか。袖とかもちょっとこれ長めなタイプやと思うんですね。ロンハーマーのやつこれ結構長めやと思うんで、でも逆に短くなればなりすぎると、なんかちょっとなんていうんですかね、パリピっぽいっていうか、その子供っぽくなっちゃうし、逆にこれぐらい長いとなんかシャキーンってなっちゃったりもするから、結構白 T ってマジで奥深いなって毎年思うんやけども、このロンハーマンって言ってね、ジーンズに合うように作られてる白 T ですらちょっとこうやって合わせていくと、なんかちょっとやっぱり難しい。ほんまはまあ僕は M やるもんねんけども、 M やったらもうちょっと多分大きくなってくるし、まあ、サイズ的には難しいですよね。店員さんはね、全然着てくれていいですよって、今着てはるの上からパッて放ってもらって、着てもらっていいですよって言ってくれたんですけど、ああまあもういけるっしょって言って、もう全然いけなかったですね。ちなみにヘインズの白も一回着てみましょうか。はい、とまあこんな感じですね。やっぱヘインズのやつの方が日本人の体にこれ多分合わせても、ヘインズの白ってこのパターンに関しては作ってるから、こっちの方が合いやすいっちゃ合いやすいかもしれないですね。まあ洗濯するとまたこれももうちょっといい感じにはなってくると思うんですけど、着てる感じ的にはまあ生地感はあんまり変わらへん、似たような感じで、このヘインズの方2000なんぼですからね、3000いかへんけども、生地感で多分そこまで大きくは違わないやろうなと思いますけど、こっちの方がやっぱ柔らかいですね。なんていうんですかね、ロンハーマンの方はこうガーゼ
な感じ、まあ、ガーゼまでいかんねんけど、こういかにも触り心地がこうガーゼのようなふわふわしてるような触り心地なんですけど、厚みとかはそこまでこのヘインズの白と変わらないけど、やっぱパターンが違うだけでだいぶシルエットとか違うんちゃうかなというふうには思いますね。ちょっともう一回ロンハーモン戻しますね。でめちゃくちゃ微妙なとこやな、全然きっついかって言われたらそんなきっついって感じもないし、ちょっと一回この腕をちょっとだけ短くしてみましょうか。これでどうです？これやったらまだちょっと形的にはちょっと大人っぽい感じになってるんちゃうかな、この感じで。ちょっといい感じですよね、大人っぽい感じで。 T シャツあるあるが、洗っていくと丈めっちゃ短いから手パッて伸ばした時にめっちゃ腹出てるおっさんとかおるじゃないですか。あれちょっと嫌やなと思うから、 T シャツこの丈も結構大事やなっていつも思うんですよね。なのでまあ丈も結構長めやから、普段のサイズの1個下げるぐらいでも全然いいし、僕は2個下げてるんですけど、まあ、2個下げて腕まくったらこんな感じかなと思います。まあ、選択したらちょっと短いような気もせんでもないけども、1個下ぐらいだと全然問題ないと思います。いつもと同じサイズが M やったら M で買っちゃうと多分だいぶ大きいと思うので、まあ、ローハーマンの店員さんもね、あの試着していいですよって言ってくれてたから、まあ、試着はできると思うんですけど、まあ、ただやっぱりちょっとマナーがあるから汗だくでもうブワーいう状態で行ったりするのはちょっと迷惑やと思うんですけども、まあ、すっきりした顔して汗なんか引いてませんよみたいな顔しながら、あ、これちょっといいですかなんて言ったりしたら、あ、どうぞどうぞって言ってもらえると思いますので、こういう感じで見てみてください。だいたいこういう白 T 系統って夏なんかもないんですよ。6月ぐらいまでしかなくそれ以降はもうなくなっちゃうっていう感じなんで、まあ、気になる方はちょっと早めに見てもらったらいいかなと思うんですけども、まあ、デメリットとしてはやっぱもともとパターンが海外用に作ってるっていうこともあるので、日本人がちょっと合いづらい。もう僕なんかザ日本人っていう体してるので、そんなにごつくなく外人みたいにかっこいい体してるわけじゃないので、まあ、難しいかなっていうのもそうやし、あとパターン的にもお腹出てたらこれ終わりやろうなっていう、この身幅が狭いから、狭い分こうお腹が出るともうボーンって言って張ってくるので、まあ、お腹出てる人なんかはもうオーバーサイズ着て隠しといて方があんまり分からないかなと思うんですけど、まあ、スタイル的に別にお腹出てないよっていう人であれば、まあ、これは全然いけるかなと思いますけども、僕も実際問題こうちゃんと着れてないから、着る人が結構限られてくるんかなっていうようなね、T シャツになってます。ただうまいこと着こなしたらですよ、こっからしたらもう外人になってるでしょ、この感じ。この薄いジーパンにこの顔隠れてる感じ、これ外人じゃないですか。だからうまいこともしきれれば、顔さえ隠せばちょっと外人っぽくなるかもしれんので、自分のこう体に自信があったりとかトレーニングされてる方なんかはね、いいんじゃないかなと思います。特に白 T なんかっていうのは、いかにこの下にある体がどんな体してるかによってもう見栄え全く同じ T シャツでも変わってくるかなと思うので、そういうのもいいかなと思いますし、あと、まあ、秋口になったらこんな感じでもう上からチェックのシャツとか羽織っちゃったら、もうこれはこれでもいけるじゃないですか。まあアメカジスタイルみたいな感じでいけるし、まあ、これでサーフィンとかもいけたりできるので、 T シャツはもう中に着れば別に何でもいけるっちゃいけるからあれなんやけども、まあ、ロンハーマンから出たっていうところで言うと、まあ、サーフ系っぽくも着れるっていうのが、まあ、一番のいいところかなと思います。だ逆にこのタイプってその海外の人しか似合わへんのもそうだけど、ショーツも多分似合わへんのちゃうかな。ショーツが合わんかな。こちら先日購入したパタゴニアのショーツですね。はい、ということでやっぱちょっと変ですね、この形にショーツがあんまり合ってこうへんかもしれない。ちょっと見てください、なんかしっくりこないですね。やっぱショーツってある程度ゆったりしろがかっこいいんやろうと思うんですけど、やっぱ上がタイトにしたらやっぱ細いパンツとかの方が合いやすいかもしれないですけど、まあこんなんもやっぱ着てみるのは分かるんじゃないですか。だから着てみた時に色合い的には絶対色合いやないけども、形が合わへんから、あ、これ合わへんなとかっていうのもね、面白いんちゃうかなということで、まあ、今回ロンハーマンの定番の白 T っていうのをね紹介してみました。まあ僕個人的にはそこまでマストで買い、絶対皆さん買ってくださいっていうような感じではないかなと思うんで、もし 12,100 円で同等の金額円やったら、白じゃないんですけど T シャツでサンスペルっていうイギリスのブランドがあるので、それが個人的にはおすすめなんですよ。っていうのもこれよりも生地感薄いんで真夏全然着れるし、しかも形がめちゃくちゃ綺麗なんですよね。でこういう腕とか折ったり線でもめちゃくちゃ綺麗に着れるっていうのがあったりするので、それは僕も個人的に愛用はしてるんですけど、それがおすすめだったりはするんですが、まあどうしてもロンハーマンとかこの天然の風合いっていうか、サンスペルも一応コットンはコットンなんですけど、毛羽立ってるコットンっていうんですか、さっき言ったみたいなこのガーゼの柔らかいようなこの風合いっていうのを楽しみたい方なんかは、これはこれでロンハーマンの良さやと思うんですけど、まああとショーツで合わせたい人はあんまり合わないかもしれない。まあ僕の体型が合ってないだけなんかもしれんけども、そういったところで見てもらったらいいかなと思います。生地の作り方的にも引き揃えっていう作り方してるので、ちょっと洗うと少し傾斜が出てくる可能性もある。引き揃えって言って同じ方向にばっかり編んでるから、回っていくとちょっと洗濯するとこうギュッて体がねじれてくるんですけども、そういう総指って言って逆にこう編んでるやつもあって、そういうのはねじりづらいとかっていうのもあってるんですけど、少しそういうのが出てくる可能性があるっていうところがこの引き揃えの意図なんですけど、まあ、それをしにくいように丸胴じゃなくてあえてここに縫い目を入れてこう曲がりづらいように、これやっぱ丸胴行くとそのままギュンって全部ねじれてくるから曲がりづらくはなったりはしてるんですけど、そういうことも考えられて作られてるんじゃないかなと思います。まあ何がか分からんけど、来て思うけど、あ、ローハーマンっぽいですねっていうような感じじゃないです、まあ、そういうことで、まあ、ローハーマンがお好きな方とか、あと海マリンスポーツとかそういうのが好きな方なんかはね、まあ、定番の T シャツが出てましたよという紹介になっております。まあ、僕もいっぱい白 T これから買っていって、いろんな比較とかほんまにおすすめのってどれなんかなっていうのをやりたいので、まあそういうのも兼ねてちょっといろいろ買っていきたいなと思ってますので、これからもよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、ローハーマンから出た定番の白 T を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。